ポナチニブは、慢性期慢性骨髄性白血病及び、フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性、白血病治療のための蛍光薬で、多標的のチロシンキナーゼ阻害剤である。CML の中には、T315I 変異を有するものがあり、イマチニブ等の治療に抵抗性を示すが、ポナチニブは、このようなタイプの使用に効果を示すように、設計されている。 米国食品医薬品局は2012年12月に本材を承認候補薬として認定したが生命を脅かす血栓や重度の血管狭窄のリスクがあるとして2013年10月31日に販売を一時停止させたその後添付文書に新たな黒枠警告が設置され本材を使用することによるリスクとベネフィットをより 適切に評価するためのリスク評価及び軽減戦略が策定され、2013年12月20日に停止が一部解除された。日本では2016年1月に大塚製薬が製造販売承認申請を行い、同年9月に承認された。日本で取得されている承認は下記の2つである。ポナチニブは米国では2012年12月14日に、 抵抗性、または、不対象の CML 及び PH オールの患者を対象に、パーチ第二小試験の結果が、アッシュ年次総会で報告され、米国 FDA から仮承認された。その承認は、FDA の早期承認プログラムの下で行われた、ため、申請者は追加試験を実施する必要があった。これらの追加試験に基づき、添付文書を更新して、 他の治療ン器のアゼ阻外剤による治療が適用とならない慢性期、移行期、急性添加期の慢性骨髄性白血病及びフィラデルフィア染色体陽性の急性リンパ性、白血病の患者を対象として本承認された。また T315I 陽性のフィラデルフィア染色体陽性の急性リンパが急性、白血病についても承認を取得した。 重大な副作用は、である。2013年10月9日、米国食品医薬品局は、ポナチニブを服用している患者に、血栓の増加が認められたため、新規試験の登録を一部保留した。その後、10月18日に EPIC 試験が中止された。その後、慢性期の慢性骨髄性白血病を対象に、4年間にわたって、 ポナチニブを投与した449名の患者を対象とした試験で以下の副作用が認められた。150名の患者が、心血関係、末梢血関係、脳血管系の動脈閉塞性イベントを経験した。静脈血栓塞栓症は患者の6%に発生した。最も多かった全グレードの有害事象は、高血圧、発疹、腹痛、疲労、頭痛、 動脈性拒絶、皮膚の乾燥、便秘、関節痛、吐き気、発熱、末梢神経障害、筋肉痛、四肢の痛み、腰痛、下痢などであった。また、過逆性高等用白質脳症の報告例もある。ポナチニブの主な標的は CML 及び PH オールの特徴である異常なチロシンキナーゼである PCRA ビールである。CML は、 BCR エビールタンパク質を産生する遺伝子異常により骨髄で白血球が過剰かつ無秩序に産生されることが特徴である。白血球が過剰に産生される慢性期を経て CML は通常移行期、急性転化期などのより積極的な病相へと移行する。p h ー l は BCR エビールを産生する PH。 染色体を有する急性リンパ性白血病のサブタイプである。CML よりも進行性が高く、化学療法とチロシンキナーゼ阻害剤を併用して治療することが多い。これらの疾患はいずれも BCRA ビール、タンパク質を発現しているため、ポナチニブによる治療を受けられる可能性がある。CML 患者の95%に BCRA ビールが検出される。 ニロチニブやダサチニブの一時治療を受けている CML 患者は22から33%の患者が有害事象や治療失敗などの理由で2年までに治療を中止している。2010年、アリアド社は抵抗性、軟治性の慢性骨髄性白血病及びフィラデルフィア陽性の急性リンパ性白血病の患者を対象としたパナチニブの第一小試験の結果を発表した。 この試験では、ポナチニブを投与した、慢性期の CML 患者において、T315i 変異も有する患者の100%を含む66%の患者が、細胞遺伝学的に大きな走行を得たことが、実証された。パーチェ試験は、2010年9月に、患者の登録を開始した重要な第二小試験で、 この環境下での規制当局による承認のための決定的な臨床データを提供することを目的としている。この試験については2012年12月に良好な結果が報告された。EPIC 試験は2012年6月に開始され、2013年10月18日に中止された。ポナチニブはアリアド社の計算機と構造活性相関に基づく 薬剤設計プラットフォームを用いて設計され、BCRA ビールの高素活性を非常に高い、効力と幅広い特異性で阻害する。ポナチニブは、生来の BCRA ビールだけでなく、既存の治療新キナアゼ阻害外剤に抵抗性を示す、変異を持つ BCRA ビールのアイソフォームも標的とすることが意図されており、特に有効な治療法が存在しない。 T315i 変異を含む。アリアドが開発した ATP 競合型デュアル SRC、A ビール阻害剤の最初の一つである AP23464 は、その発見への道筋を示している。AP23464 は、構造ベースのドラッグデザインと3、痴漢プリン類自体の合成ライブラリーを用いて、同定さだ。 AP23464 は SRC 及び BCR、A ビールキナーゼを強力に阻害し、イマチニブ抵抗性の BCRA ビール変異の多くを含むる。ありがとうございます。